日本とアメリカが共同で開発した新しい地球観測衛星が公開されました。こちらが今日公開された最新の衛星です。高さはだいたい 4,5 メートルぐらいでしょうか。結構大きい感じがします。日本の JAXA とアメリカの NASA が共同で開発した地球観測衛星には最新の降水観測レーダーが搭載され、地球で降る雨の 95% が観測できるようになります。この衛星が運用されれば、台風の進路予測や天気予報の精度が向上し、被害の軽減につながると期待されています。